食らって5000円が大食い王とか上位の人はもう最後はメンタルで会場のスタッフみんながすげーって顔してますからね、ちょっと暴走してもいいですかね。思ったんですけど、さっきからあの家でも飲めない料理だと今日はですね、埼玉県の蕨市、末広店さんでですね、撮影の方ご協力いただいております。僕もせっかくご一緒させてもらってるので、あのつまみ食いしようかなと思ってますので、お願いします、はい。まあ、一番最初はね、ご協力していただいている店舗さんの、ね、メニューをいただこうと思うんですけども、はい、あのこちら2品ありまして、はい、蕎麦屋のピザ、こちらもう一つ高菜味噌チャーハン、蕎麦味噌が入ってます。サバ味噌を塗って、その上にトマトとチーズが乗っかってるので、そば味噌とチーズで発酵食品同士で相性抜群で、当店の、ちょっとオリジナルテイクアウトメニューで、今回のわらび飯のために作らせていただきました。いただきます。どっちからいきます？ピザから。ピザから。じゃあ僕もピザからいきますね。はい、いい香りですね。美味しそう。いただきます。いただきます。うまいですね。うん、すごい。蕎麦屋さんとは思えない。美味しい。大食いになったのが20歳ぐらいの頃なんですけど。ああ、はいはいはい。気づいたっていうか。それまでも食べてたんですか？全然全然。ああ、そうなんですか。茶碗、まあ、1、2杯とか普通に。はいはいはい。ちょっと普通の子より食べるかなぐらいな。あんま全然食べなかったんで。あ、そうなんですか。高校の時のことがびっくりされます。どうしたのとか言われて、なんでそんな食べてんのみたいな。全然痩せてるじゃないですか、うん、やっぱこう普段は気をつけて行ったりするんですか？でも食べない日は何も食べない日もあります。何も食べないんですか、うん、コーヒーとかお茶だけとかの日もあります。あ、別になんかそれはそれで満足できるんですか？そうですね。早いですね。もうあと1個。僕まだ2枚しか食べてないです。大食い王とかに出てる人たちの上位の人はみんな結構なんかもう最後はメンタルって言ってます。最後はメンタル。なんかあれですね、一気にグルメからスポーツになったみたいな。すごいですね。もう一品食べ終わってますね。僕はほっといてもらってよ。もうすごい、もう2品目。まだ1品しか食べない。天丼。はい。お願いします。はい、じゃあ天ぷら、東月さん。岡本さん食べてますよね。天ぷら東月さんの特製天丼。美味しい。はい、美味しいですか、うん、あーですね。見てますか店長さん、美味しい言葉いただいてますよ。はい、ということでね、すごいですね。もう置いてけぼりですよ、もう。まあ置いてってください。じゃあどうしましょうか。ハンバーグ弁当。ハンバーグ弁当。さあこちらですね、名の通り心尽くしを感じられる創立60年を超える老舗居酒屋、そして今では家族で、そんないつでも行けるアットホームなお店。完食。うん、すごい、すごい。じゃあフォアグラが大好物なんで、この和牛フォアグラバーガー。これ何ですかね。重い、なんかすごい。和牛フォアグラバーガーです。すごい。ケーキが並んだショーケース。ケーキ。はい、合ってますね。はい。料理以外にもフランス菓子や焼き菓子も購入。ああ、そうなんですね。ゆったりと時間が流れるおしゃれな店はデートや非日常を感じたい時のおすすめです。結構大きいですね。ソース結構甘めで美味しいです。あ、甘めで、うん、あ、すごい。そうなんですね。これ食ったら腹
いっぱいになりそうですね。ちょっとベルト取りたいかなみたいな。揚げ物はでもお腹に結構たまりますね。たまりますよね。なんか僕太っててこんなこと言うのなんあれなんですけど、ステーキの油とか苦手なんですよ。もうすごいえって感じ。そうなんですよ。ベルト取ってもいいですか。ちょっと一瞬抜けてきますんで、はい、ベルトだけ取ってきます。よいしょ。エビさんからエビチャーハン、ね、タイミさんは、ね、こちら人気の力士さん一ノ城関さんがお気に入りのということで、ね、メディアにもね多数出てたということですね。素晴らしいですね。いい食べっぷりですね。じゃあやっぱり結構食費がすごいんですか。あちらでスタッフさんがうんすごいすごいっていう。でもコンビニとかでもなんかちょっとお腹空いたなって思ってフラッて5000円ぐらい。フラッて言って5000円使うんですか。すごいですね。麺とかでもパスタとそばとうどんとそうめんとかいろいろ全部の麺を食べたい。麺の種類1個麺1個の麺じゃなくて麺食べたいなって思ったら全部の麺を食べたい。エビチャーハン食べ終わりましたね。こちら、ベトニアさん、ベトニアのお店も紹介していきたいと思います。米粉 99.9% の本場ベトナムの人たちが、食べている生麺食感。美味しいですか。おー、柔らかい。早食いなんで、はい、そばは5分で私は205杯。すごい。今会場のスタッフみんながすげーって顔しますからね。こちらラテラス大作さんのプリンですね。大人のプリン。何が大人なんだろう。じゃあわらび市はなんか大人のなんかをっていうのを作りたがるっていうのを噂に聞きましたけど、ね、なんでわらび市ってあの成人式発祥の地なんですよ。あの日本で初めて成人式、成年式っていうのをやったところで、でだからあのこう大人じゃないですか、成人式で大人なんで、まあ、大人にちなんだ大人のプリンとか大人のドレッシングとかそういうのを結構開発してて、その一つです、ね、大人シリーズの。ラテラス大作さん、本当にこの後に大人のプリン以外にもステーキ&ヒレカツ丼っていうのも、はいはい、あるところで、はい、ね、1店舗で2品出していただいても。美味しくて食べまっちゃう。すごいですね。すごい美味しいです。美味しいですか。上のがすごい、うん、なんか、あ、本当だ。なんか プリンっていうかシフォンケーキというか。上はそうですね、なんかあれですよね。うん、本当だ。でも横にいてもすごいなんか香りのいい感じが、うん、してきますね。美味しい。結構ほんと濃いめで美味しいです。あ、本当ですか。どうしてもお店さん今大変ですけど、大食い YouTuber の方1人か2人来たらもう1日こう満足するんじゃないですか。もうそんだけ食ってくれたらみたいな、うん、そうですか。1人か2人で1日分なりそうな感じします。この食べっぷりを見てると。そうですね、はい、なりそうですか。そうですね。むしろ貸し切りにしてもいいんじゃないですか。本当ですか。作ってる側からするとやっぱり美味しそうに食べてもらえるっていうのは、はい、本当に作っててよかったって思いますね。大丈夫です。はい、完食。美味しかった。そういう、9品目も完食で、じゃあ次、イム大丈夫ですか。10品目、はい、はい、足がしめ、ちょっと、はい、そういうのは休憩して大丈夫ですよね。ちょっと5分ぐらい足伸ばしたりとかします。一回じゃあ作業療法士ね。ない。ビビるかな。僕なんちゃって作業療法士だしな。膝が
70で、はい、で、想像すごい贅沢、食べて美味しいだけではなく、見て美味しい料理を味わえるようなお店すごいふわふわだ、身がね、すごいふんわりで、ね、柔らかくて、そのタレもね、そこまで甘すぎなくてちょうどよくて美味しい。食べたうな重よりなんかタレが本当甘さ控えめだから大人のうな重みたいな感じで美味しいです、うん、うな重完食美味しい。秘伝のうなぎのタレで、焼いた豚うなぎ丼をね、召し上がっていただきたいと思います。まあ、といつ僕も飲み物は結構飲んでる感じですねお、行きましたか、完食です。さあ、続きまして先ほど言ったわらび市のわらび餅ですかね。お、お、見える見えるどうですか、なんか普通の本当食感が柔らかくて、本当今一瞬わらび餅八つ橋みたいな、うん、確かに、うん、なんか共通するとこもあるけど、でやっぱちゃんとこうお餅がもちもちしてて美味しいですね、素晴らしい、そこまで甘すぎなくて、そうですね、特製ひとひろセット、これがまたすごいんですよねパーティーサイズですよねみんなで分けるよみたいな、そうですね、あります、はい、あ2つ箸が、ああそうですねありますよちょっと走ってこようかな一回ちょっと細々とマラリンも食べてますんで、今もうすごい出汁が効いてて美味しい、ああ出汁の効いてる卵ですね、うん、すごい出汁の味がちょっと僕暴走してもいいですかね、一つ今 思ったもう色の付き勝手やっちゃっていいですか、こうやって思ったんですけど、さっきからあの企画の南原拓也さん外から喋ってるじゃないですか、もうせっかくだったらちょっと僕の会にちょっと来てもらって、なんかそれこそうまさちょっと伝えてもらうとかどうかなとかって、もうすっげえこれ全然無茶ぶりなんですけど、どうですか、いいですか、ちょっとこう少しつまんでもらいつつ、はい、失礼しました、はい、お腹空いてるんでね、もうちょっとね、すみません、はい、ちょっと代わりに申し訳ないです、すみません、横にちょっと、すみませんちょっとすみませんけどじゃあ、行きます、すみません、よろしくお願いします。急に静かになっちゃうとね、プレッシャーになっちゃうんですけど、しょうがないよ、家でもそのじゃあ料理だと出ます、出ます、うん、大丈夫、大塚さんのマネージャーさんにもここで登場してもらえる、いやーすいません、ちょっとまだお時間の方がちょっと、なんか私なんかがいいのかなってちょっと思っちゃいました